GO! え、お父さんやるんでしょ。何俺がやるの。そうなの。早く喋れよ、まず。え、何早く。はい、今日は、八王子の、ものすごい安いお店、山岸さんっていうんですけども、そこに、そら君と一緒に行ってきまして、すごいものを買ってきました。で、何を買ったかっていうと、2つセットになってるものでした。この2つですね。この2つ合わせてなんと499円です。あれ、山岸ベイブレードのスタジアムとか。あ、そうそうそう、他にもですね、8000円ぐらいのものがですね、999円とかですね、みんな激安でした。で、ちょっと俺これよくわかんないんだけど、君説明してくれる。これ何なのこれ。トランスフォーマーの動物とかロボット、うん、車バンプみたいな、まあ、ロボットに変身するやつ。どうだ、こういうやつなの、まあ、合体させるとこちょっと蓋開けられる。まだ一つ足りてない。本当は3つあるんだよね、これね。2つで、これですね、すごいのはですね、新品499円なんですけど、作りがバンダイのやつなんで、全然安っぽくないですね。バンダイもいいね。あの、重いしですね、あの、重量感すごいですね、これ普通に買ったら、これ定価で買ったらですね、5000円ぐらいするあのおもちゃですね、2つ合わせて。これがなんか変身していくみたいなんですけども、これが一つ目ですね。変身の仕方がよくわかんない。で、もう一個の方がこっちはなんかバスっていうかトラックみたいな。これはトラックみたいですね。これなかなかゴリラみたいな感じ、すごかったですね。合わせてこれ499円っていうのはちょっとすごすぎだよな、値段的にね。で、実際はですね、これなんか3つ揃ってないといけないみたいで、青と黄色ともう1個赤があるとですね、なんか別のまた、こういうロボットにですね、変身するみたいなんですけど、2つしかないんで、多分安かったんじゃないかと思います。それ新品でですね、このバンダイの、この2つだけでも定価5000円ぐらいするそうなんですけど、499円で、9割引きで売ってました。買ってしまいました。すごいね、これね。これはこれですごいよね。これウサギで顔取れてる。ああ。なんかスターウォーズに出てきた。本当だ。ロボットみたいな。やっと普通。ちょっと今日初めて行ったとこなんで、その店はですね、小売り一般の人を対象にするというより、業者さんを対象にしてるお店のようですね。だからなんか一袋の中にいっぱい物が入ってると、ただこれはですね、個別で売ってたんで、買ってきましたけど、こういうやつですね。また今度機会があったらですね、車で30分ぐらいのところにあるんですけど、八王子の行きたいなと思います。これ、あ、今空くん開けてくれたけど、バッグみたいな、オプティマスみたいなやつ。これもすごいよね、これだけでね。本当にこんなのが2つ合わせて500円っていうのはちょっと信じられないよね、これ。顔だよ、これ。どうだよ、ヘルメットピシッと。これなんか顔みたいですね、これ。裏がね、ロボットになってる。ああ。いや、これはすごいよね。499円の2つ合わせて、これがだから300円ぐらいのもんだよね。向こうの黄色い方が200円で、トラックに組み立ててるか。うん、できる、する。そのお店はですね、なんかいろんなものを売ってて、もう一つ、貯金箱を買ったんです。不思議な貯金箱って言ってですね、お金を入れると、その例えば10円玉は10円玉の、たまるところに入って、100円玉は100円玉のところに入る。それは買ったんですけども、それは一緒に行った友達にあげてしまいました。うちの場合は貯金しないんで、そらくんも私もですね、
その友達に一緒に行ってくれた友達にプレゼントしました。滋賀県かどうかわかんないけど、できたもん。本当だ、これすごいよね。でもね、本当にここからなんかまたちっちゃなあれが出てくるんでしょ、きっと。そこにパーツ入ってない、下に。こういうパーツとか。それ顔でしょ。これはこれでなんかあのロボットにまた変身できるんですけど、ちょっとあのやり方がよく分かんなかったですね。ということで、この499円にしてはですね、超すごいおもちゃでした。ね、組み立てていこうと思います。ちょっとね、倍速だと時間かかりすぎちゃうんで、カットでいきます。じゃあ経過を見ながら撮影していきます。これらっぽくなってきましたね。はい、最後ですね、これをこう開けて、そしてこれをこう出して、こうつけるみたいです。これを反対側にやれば、それでこれをここに入れるようです。はい、入れます。入るかな、これでいいのかな。はい、来ました、入りました。これでゴリラの完成です。おっと、外れてしまったぞ。おっと、はい、なった。はい、こんな感じでできました。はい、完成ですね。もうすごいですね。これは何に使うのかな。こう隠れて、こうスコーンと出てくる。じゃあね、今回はこの2体、バンダイのゴーバスターズの、ラビットと、あとはゴリラですね、バスターマシーンの GT-02 ゴリラと、バスターマシーンの RH-03 ラビットの紹介でした。終わります。さよなら。